富士健と関Pのリパンラッピー。さあ始まりました第70回、はい、リパンラッピーということで10月に入りましたので皆さんこんな感じで、はい、イエーコスプレイヤーとして出てます。ハロウィン実は後ろで関Pもちゃんと仮装していただいて、はい、してます。なぜかの画面に映らないやつが一番気合が入ってるという着込み方が半端ないですけどね。後で写真撮りましょう。後で写真撮りましょう。完全装備されて生放送が見られないですか。お客様もありがとうございます。楽しんでてください。はい、さあ今回も第70回ということで70回です。ちょうどね、うん、ちょうど70回、ね、そうなんですよ。ちなみにあの富士健今日は何なのそれ、何のコスプレ。アノニマスっていう、まあ、世間を一世を風靡した今もしてるんですけど、そのハッカー集団が世界中にこう散らばってるんですよ、はい、スースーするんですか。よくないやつ。ハッカーそれはハッカーそう、清涼感がね。なんかこう政府がこう、はい、悪いことをしたりとか、はい、情報を機密にしたりとか、そういうのをこう正義の味方のやつらなんですよ。そのおまわりさんこの人ですじゃなくて、本当に正義の味方でみんな顔を隠して、そういう世界の悪事っていうのを、うん、あのネットを使って暴いてって、民衆の味方みたいな。なんで結構ファンも多くて、こういう仮面グッズとかもかなり人気で売れてる。確かに売ってますね、その仮面をいろいろと。アノニマス、説明がないと分かんなかったわ。アノニマス、うん、僕も結構ファンの一人なんですけど、そうなんかっこいいんですよ、うん、正義の味方。正義の味方、はい。ちょっとね、あのこのまんま見てるとさっきまで生放送してたちょっとアガイン・チョクさんにそっくりこの姿がね。チョクさんが見ていないことを僕は祈ります。まあちょっと表情が分かんないから後で撮ってもらって、はい、楽しく会話したので、はいはい、そんなこんなで今回の、メールテーマを発表しますか。はい、お願いいたします。はい、今回のテーマはこちらです。じゃじゃん。あなたのハロウィンの思い出、あなたなりの楽しみ方あるのかと。いや、まあそこですよね。そうだからハロウィンって意外とまだ浸透してないんじゃないかなっていうのが率直なところで、うん、その説は実際あります。もともと日本の文化じゃないじゃないですか、はい、じゃないです。海外で、はい、子供たちがいろいろぐるぐる家庭を回って、うん、お菓子ください、はい、トリックアトリートトリックアトリートベロベロバーってもらってた文化を日本に、まあ、輸入して、はい、日本では今完全に独自のなんだろうコスプレの文化として浸透しつつあるじゃないですか。知らない人もいるんじゃないですか。そもそもそのトリックアトリートっていう文化があったみたいな、元々のね、うんうん、そもそも何なのっていう話になりますよね。そう、なんかコスプレの日かなみたいに多分思ってる人、うん、勘違いしちゃう、ね、けどまあ日本独自でねそうやって発展していけばいいと思うんですけど、うん、今やなんとなんと、バレンタイン市場を越してるそうです。日本の経済。マジっすか。やっぱ1位クリスマス、2位ハロウィン、バレンタイン、うん、すげえ。やっぱさ、バレンタインって結局チョコじゃない。安くあげようと思えば500円でも買えるわけですよ。チロルチョコもらったことあります僕。10円ですね。10円か、はい、10円今11円の時代ですけど。ただでもコスプレって言ったらただマント一つでもさ、まあ確かにこういうの一つでもやっぱ 2,3 千円したりするものじゃない。確かに確かに1000円2000円かかるじゃない。最低限でもそういうので、まあ、積もり積もって市場はそういうふうに潤ってしてるんじゃないですか。結構近年はね、若者が悪ふざけして治安が悪かったりとか、うん、ちょっと危ないことをやっちゃったりすると思うんですけども、まあ、そういうのがなければ日本でね、独自にこういうそんな人気だったんですね、うん、だから僕でも青森に行った時、はいはい、そうハロウィン感が全くない18年間祝わなかったよね、うん、だってね全然なんか街中でコスプレしてる人もいないですし、うんまあ、高校生だって中高ってもそういうイベントがあった、例えばクラブとかもなかったんで、はいはい、そういうなんか文化に触れる機会も少なかったと思うんですけど、うん、全然本当にハロウィンってこうなんかテレビの中の世界であって確かにね、うん、これであんまり自分事として捉えないまま上京しました、ね、それはあるよね、うん、そうね。セキピーだって子供の頃なかったんですよね。なかったですよ、だってまだ鎖国してましたから。鎖国出たそう、まだちょんまげ言ってましたからうちの親とちょんまげ言ってましたから何歳だって話。何歳だセキピー年齢不詳説がまた出ましたけど相当生きてるな。もうペリーを見たっていう肉眼でね、肉眼でペリーに会ったことありますから黒船も乗りましたからまあでもそのぐらい近年の話っていう感覚が ね、はい、ありますけど。セキピー10万40歳とテロップが出てますね。10万我が輩はみたいな我が輩はみたいな悪魔ですか
感じだと思います。ということで皆さんからの、はい、お便りお待ちしております。あなたのハロウィンの思い出、あなたなりの楽しみ方、はい、宛先は、はい、宛先は番組へのメッセージ cws@senjux.com cws@senjux.com リップと富士見係までメールをお送りください。あのユーストリームでご覧の方はのソーシャルストリームのところにコメントを寄せください。あとツイッターのアカウントをお持ちの方は、番組公式ツイッターアカウント今富士見くんの前のところに出ております、アットマークリッパンラッピンまで、もしくはハッシュタグリッパンラッピンつけてツイートをお願いいたします。お願いします。実はもうあのメール早速1通いただいておりまして、ありがとうございます。はい、ハンドルネームみーきさん、はい、リップさん、藤健さん、天の声さん、こんばんは。みーきです。夜はすっかり秋の気配となりました。いかがお過ごしでしょうか。涼しくなりましたね。涼しくなりました。さて本日のメインテーマ、メールテーマ、あなたのハロウィンの思い出、あなたなりの楽しみ方、うん、はい、正直言って全然ハロウィンに思い入れないですやっぱりそうですよね。みーきさんもあれかな、鎖国してたのかな。鎖国かもしれない。そうです。ただでもみーきさんの子供の頃外国に住んでらして、ハロウィンに仮装して、トリックオアトリートでお菓子をもらいに行ったことはありますと、それは楽しかったです。なるほどね。日本ではない、はい、あまりない帰国子女だったんですね。なるほどね。でもなんか今日本で流行ってるハロウィンは仮装のところだけピックアップされた別物のような気がして、うん、そうだと思います。ハロウィンに限らず外国由来のイベントって結構元と違ってきてるのが多いですが、うん、ハロウィンは特に心は動きません、うん、まあ、休日じゃないからかもしれないです ね、 ねと。確かに。であとですね、そうだ、確かに。だってほら、いつ始まっていつ終わるのかがよくわからないじゃないですか。いや、そうですよ。そうですね。なんならもうだいぶアーリーハロウィンですもんね、僕ら。10月1日なんて。だってうちの地元の酒屋さんなんてもうあの8月の15日のお盆終わった次の日にもうあの、はい、ハロウィンだ飲もうぜみたいな、もうあのかぼちゃの看板とかが上から下がってて、マーケティング業界でそうですね。ですか、8月16日からハロウィンは始まってます日本は。もう繋いでだからイベントがない時期なんてないわけだから。なるほどなるほど。いや、終わったらもう次なわけよ。ハロウィン終わったらもうクリスマスみたいな。そうです。早い。なるほどね。であと追伸でこちらのツイッターの方にいただいてるんですけど、ミーキさんからの、はい、リップちゃんマリオ可愛いですと。ありがとうございます。って言ってる。ノーコメント。ノーコメント。する。なんだかわかんないんだやっぱりほら。アノニマス。アニキサスするですよ。覚えれないもん、未だに。アノニマス。アノニマス。ヒゲ。覚えられない。ヒゲでもいいかも。でもアノニマス、うん、この際に覚えてください。正義の味方なんですよ、世界の。本当かな。世界の正義の味方、まあ、こんな仮面かぶってちょっとそれっぽくないんですけど、うん、大体自分で正義の味方ってる人って怪しくないでもうさんくさいですよね。消されますよこの曲がアノニマスに消されますよ下手なこと言うと大丈夫、あの北千住なんかマークしてないからあの、まあ、言ったけど世界に配信してますからこれを。そうですよ、消されますよ、消されますよ。おあめじゃダメ、何ですか、お面これね、声がこもるんですよね。声がこもるんですよ。あと表情が全くわからない、そういう出演ね、はい、かこれこもんないですよね、はい、こもんないけど、あのこもんないけどテロップとか読めるかい。ちょっと違いますね、まあいいよいいよ、そんな感じで、はい、どしどしメールもいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、リップと富士見の立派ラッピン、この番組は東京都足立区北千住から世界に向けて発信するインターネット放送局Cウェーブクロスウェーブ千住7階スタジオ千住ハウスから今日も元気に生放送でお送りいたしますはいはいはい、今のうちに写真撮ってくださいお客さん、やばいやばいテロップが出ましたけど顔をペイントしてくればよかったの。そう、なるほど、ね、確かにじゃないですか、ね、一番早い、喋れるしこもらないしさあ、ということで、はい、まず最初のコーナー行ってみますか。よし、富士見のなるべんコーナー。まあこれになってきましたけど、はい、先月の番組でですね、まあ潰れるかみたいな話になりそうでしたけど危なかったですねヒヤヒヤもんでした。はい、この番組は毎月毎月南部弁を一つずつ皆さんに教えていこうという、はい、心温かい優しいコーナーでございま す、まあ、結構もう70回分の、うん、まあ、20回くらいは多分やってますよね、テーマを、うん、なんで20ワードくらいもう教えてると思うんで、そうだね、そろそろ最初から見てる人たちは南部弁ペラペラになってきてもいいのかなっていうくらいの ね、うん、感じですけど、うん、そんな今月のテーマはこちらです、はい、じゃん、あずましい、あずましい、あずましい、これで私は使わなかったんですよ地元で。マジっすか。耳にはしてましたよ、あずましい、うん、聞いてたけど使ってなかったかな。まあでも使うシーンが結構限られてたりしますね。ほんと、あんまり
このこう和訳も含めて使んないですね、うん、普段。結構まあおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、あとはこう結構いい意味の言葉なんで、こうお店の名前になったりであったりとか、うん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 、なんかこうプロジェクトの名前であったりとか、うん、やっぱこうハッピーなワードなんで、なるほど、ね、そういう意味では結構多用されてたりはしますね。なんとか強いてつくってことは、と形容詞、形容詞ですね。鋭いリプちゃん、形容詞、おっと、うん、分かってきましたね、はい、コツが徐々に。これはあの私は知らない、知らない手で言いますけど、はい、あつましい、いい意味って言いましたね。いい意味ですよ。なんか字面からいくと どうしても東っぽい感じがそうですねそうではないんですよね。そういうことですね。形容詞だからね。関係はないですね。なんだろう、東ではないですね。アズマックスは関係ないわけですね。アズマックスもまた関係ないですね。サスタバでペチペチとかやらないですね、はい、アズマなるほどね。そうそう、じゃあ全く知らない角度から見ると本当に分かんないですね。アズマシー、アズマシー、構造がつかないわ、うん、いいですかね、そろそろ。はい、正解を出しましょう。正解はじゃじゃん、はい、心地いいって意味なんですよ。え、そうだっけ。そうなんですよ。心地いいとか、はい、しっくりくるとか、しっくりくる、なるほど、いい感じみたいな、いい感じ、いい感じみたいな、あずましい、あずましいじゃん。へえ、住みやすいとか、なんかこうすごくこう心地いいとか、まあそのあったかい地域ですねとか、あずましい地域だなとか、でもなんかこうあずましい、いてこう居心地がいいとか、あ、そういう、そういう結構こうふわっとしたいい意味であずましいって使いますね。結構でも若い人はもう使んなくなってきましたね。なるほど、死語になりつつあります。若い人が言ってますけどもそういう風に。まあでも藤田もあの年齢不詳なんで、はい、あのまあ、10万飛んでそろそろ35くらいになるんですけど、はい、10万台の人が多いですねこの番組。分かりづらいボケっていうね、はい、せっかくね、あのミイキさんから、はい、ツイッターですいません、藤健さんのヒゲもなかなかですって、ありがとうございます、来たばっかりで、これか、あなたは気を使っていただいて、そう、ね、ヒゲじゃないですかねヒゲです、アノニマスで、ね、アニキサスですはい、ってことで、そういうことなんだ、はい、あずましい、ぜひ使ってみてください。いい意味だから、いい意味なんですよ、いいハッピーな時に使ってみてください。はい、来月のテーマ、来、実はですね、来月じゃないんですね。お、アップ、大事なお知らせがここで挟ませていただきます。ででなんと、あの来たる10月30日、10月の最後の金曜日、夜9時からなんと10時50分まで2時間ぶち抜きで、あのゴールデンウィークにレッツセンジョイさんと、はい、ケッパルドという特番をやったじゃないですか。やりましたね。またやります。ちょっと苦い思い出があるんですけど約1名ちょっとね、あの完全に公開処刑されたんですけど、はい、大丈夫ですか。10月30でしたね。30でございます、はい、第5金曜日でございます。風邪ひきそうですね、はい、なんとですねあのご結婚されたばっかりの福山雅治さんのお歌を南部弁に翻訳して藤健さんが歌うというスペシャル企画がですね用意されてるとか、されてないとかって聞いてね、聞いてね、楽しみ、あの今思いついたという企画をですね中心に、あの2時間ぶっ通しでレッツセンジョイのパーソナリティの皆さんと楽しくやろうじゃないかという特番をご用意しております。そうですね、はい、一人なんか落ち込んでる人がいますけど、9時スタートでしたね。9時スタートでございます、はい、9時スタート、はい、2時間という藤健もっとハムスマイル、スマイル特番ですから、特番ですよ、はい、楽しみ、はい、ということで、その時のテーマが、はい、こちらです。じゃじゃん、じゃじゃん、カッチャグ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 、これ難しいっすね、これ無理っすよ、無理です、無理言ったね結構もうやっぱ特番に合わせてみんながまあパッて分かられたら意味がないんで、そうね、まあ、無理っす、はっきり言って。普段使う人にとってはもうそういうイメージだから何とも思わないけどね。カッチャグはマジ使いますよね、カッチャグ、カッチャグ本当に使う、よく使う、カッチャグ、カッチャグ、東京に来てからも僕使いましたもん。最初その鉛が取れない時は分かる、分かる、普通に使ってましたね、カッチャグ、分かります。今お客様で出身の方が俺ならレベル1だって言ってました今ネイティブ、ネイティブ、そう、本当に浸透さ、うん、してますよね、生活の一部でよく使うというか、だってネイティブの方が今鼻でふんって笑いましたからねそうです、そうです。ただあの地方じゃない、このね南部地方じゃない方からそれは全く分からないだろう、分かんないです、東京も結構全く分かんないですよ、うん、
難しい。確かにね。ということで、はい、30日です。30日でございます。第5の金曜日でございます。はい、9時からの2時間スペシャルでテーマ、活着、活着、ぜひお便りください。想像してください。はい、お待ちしてます。正解してもいいんですよ、もちろん。正解して事件をパーソナリティの座から引きずり下ろそう。それどうなんですか、ね、必ずそれなんですさあ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 、ということで南部弁コーナーでした。南部コーナーでした、ありがとうございました。さあ続いてはですね、いつも素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしてます。今回のゲストはこの方です。アーティストガービさん出てきた出てきた V サインから師匠。どうも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 こんばんみ、こんばんみ。改めまして、なんと2回目の登場、ありがとうございます。アーティストのガビさんです。かっこいい。さあ2回目なんですけど、2度目まして。2度目まして。いらっしゃいませ。顔ちっさちっさ、小さないですか顔引きで、はい、だいぶ削ってないですか顔。いやいや、でも太ったんですよ前回より。前回今ウェイトをコントロールされてるそうで。そうなんですよ、今あの前回減量中って話をしてたんですけど、はい、今なんと増量中。悩ましいっす増量中、忙しいっす。なんかあのアメフトでしたっけ。そうですそうです、アメフトをされてるということで。すごい。前回あのアメフトの選手もやってらっしゃるってことお話があって、ちょうどだから今シーズンですよね。そうなんですよ、試合が始まって、うん、あ今なんですか。そうだからもう、うん、食おうと思って。逆に夏とかオフなんですか。そうですね、夏が、まあ、オフっていうわけじゃないですけど、練習あるんですけど、まあ、そこで減量をして冬は増量と。そう、ほら、もともとやっぱりアメリカの競技だから、はい、野球がその春に始まって秋に終わるじゃないですか、うん、はいはいはい、ちょうどだからそれと入れ替わるような形でアメリカのところが始まる。なるほどなるほど。であのやっぱり防具着込んだりヘルメットかぶったりしてやる競技なんで、あんまり夏は向かないしんどいかなと。そうですね、みたいな。本番はだってもうシーズンの盛り上がるところは冬ですもんね、感じ。あ、クリスマスボールとか言いますもんね。まあ、そうですね、大体冬。クリスマスボールは日本やで。最近しかも日本があの試合に勝ったことで、あのだいぶ知らない方にも浸透してきたと思うんですけど。それはあれじゃないですか、ラグビー。ラグビー。あ、ラグビー。やばいですね。アメフトと違うんだ。やばい。一応あのアメリカンフットボールのワールドカップっていうのもあるんですけど。すげー。そうそう、この間本当だ。南アフリカに勝ったのはラグビーでございます。ちょっと待って、アメフトとラグビーの差が分かんないんですけど。防具つけてる、つけてない。あ、そうなんですか。結構なんか本当だ、結構言われますね。そう、多分アメフトやってる人からしたら結構聞き飽きた感じですけど、その体育の授業でやりそうなのがラグビーで、まあやらないだろうなっていうのがアメリカンフットボール。あの言い方が違うんですね。そうですね、タッチダウンとトライの違い。まあ余計分からなくなるかも。でも結構違います。例えばラグビーとかすいません、お客様あの混乱させないでください。ボールをこう前に出したいって言いますね、はい、結構アメフトは前に出すんですよ、前にボール投げていいんです、はいはいはい、ラグビーはそのパスするときに自分よりも後ろにいる味方にしか出しちゃいけないんです。まあアメフトも後ろに出せるんですけどね。そう、まあ、だからそういうとちょっとまた分かんなくなっちゃうんですけど、まあ、じゃあガビさんの話にしましょう。でそれは置いといて。まあ、そうですね、そろそろ、はい、あ今あのこのフライヤーを作ってきていただいたんですけども、立派な、はい、よっ QR コードこれ多分見てる方はここでポピーンってできないですけど、めっちゃ画面にしなんと意外でやってください。ファーストシングルサバイブ、はい、ガビさん配信中ということです。はい、レコチョク、 iTunes、 前回流させていただいたですね。そうですね、前回出演の際に流していただいたレコチョク、 iTunes、 その他もろもろサイトにてダウンロードできます。できますよ。ガビ GABI で検索すれば出ますね、はい、サバイブ、サバイブ、まあ、できればアーティスト名とタイトルをレコチョクとか、うん、まあ、iTunes なのでそのまま一緒になんつうんですか、入力していただければ、うん、なるほど、出てきますので、はい、サーバイブ、サーバイブ、はい、配信中でございます。そして今日は、あ、ごめんなさい。そして今日はあ、ごめんなさい、 P が出てくる。お父ちゃん、 P が ありがとう。で今日はまたこれと別の曲を紹介してくださるということで、今回の曲はどんな曲ですか。まあ、今回の曲はですね、まあ、結構ライブとか見に来ていただいてる方は、はい、まあ、もう結構聴いてると思うんですけど、まあ、これは僕がそのオーディションの時に、うんうん、まあ、決意を込めて作ったというか、こうやってやるぞというかなり喧嘩を打ったような感じ、結構じゃあ思いの強い曲。そうなんですよ、うんうん、まあ、ライブでは結構、まあ、披露させていただいてます。ショックウェーブっていう曲を。ショックウェーブ、衝撃波ですね。なるほど、衝撃波、はい、ということで早速じゃあ聴いていただきますか、はい、曲紹介お願いします。はい、曲はガビでショックウェーブです。どうぞ。
お前らよくつけ俺をよく見て心の信念他のやつとの違いをよく知れ言ってる信念俺はビビんねんどんな希望も願いも女神も振り向くわけじゃねえここは狭き門てか何が必要足りねえ実力クソくらい純極語る自由を誰もが持ってる一発の弾丸誰もが不安だ何がスタンダー迷惑クラムが息詰まるなされば無駄になるとするのアンサーだから知れずに語るやつはたまらん逃げも隠れも捨てずに俺は戦う己の道は己で判断挫折するのは簡単さ分かってるさ俺は一匹のクズ揃えた安物の服安物の靴だが確実に一歩ずつこの足で地面を打つ定前を向くお前はそれまでマジでダメだね言うことはそれだけけなすならけなせ笑ってるやつを逆に笑っといてやるよ上等とっくに決めてる覚悟かかってこいよいずれともす一つの日をそしていかなる時も度肝を抜くさえとくと見ろとくと見ろよしっかり見つけて正面強烈さつけば上限を超え直径2ミリのボケと連動症でもやフォーメーションで演技応援作戦略と目的や突然成長突然挑戦条件正面上延長線上面上点もエアコンで鍛えられる攻撃調整ケミナ物件そして反応で与える衝撃正面からまで根源条件くぐってくれるでもどうってことね敵に返せまで挑戦挑戦離れば正面まくれば呼吸踊り飲んで暴れ持ち込んでこれがショックウェイブショックいただきましたのはガビさんでショックウェーブでした。ゴリゴリですね。かっこいい、かっこいいこれ前回読みましたか。しかも全部自分で作られてるということで。宅録ですか、自分家で。そうです、自分の部屋でやってますね、うん、どんくらいかかるんですか、ね、1曲もう全部作って。いや多分ですけど、普通になんていうんですかね、そのパソコンを使って作ってる方は多分結構すぐできると思うんですけど、僕は結構原始的なやり方でアナログでこう一個一個手打ちしてるんですよ。なのでドラムの音も一個一個こう手打ちでやってるんで。そうです、そうです、そうです。ドラムで3日かかるとき、1週間かかるときもあります。だからもう曲全部ができるときに、まあ今までで一番かかったのは半年かかったやつだったんですけど、最近は慣れて1週間ぐらいで。早っ技術が進化しましたね。まあ早くて1週間、早くて1週間、普通に作ったら2週間か3週間ぐらいはかかる。すごい、でもそんなかかるんですね。まあ、でもリズム体とか繰り返しのところをコピペすれば簡単できるんですけどね。 それもこだわりで、こだわりでちょっと一個一個同じところを繰り返すところでもちゃんと一個一個やってます、ね。でもやっぱり一から全部作った方がなんていうんですかね、重みがあるというか、歌うときにやっぱりちょっと愛も湧きますよね、自分のアーティストですね。子供と一緒ってよく言いますけども愛着湧きますよ、ここまで。嫌になるほど聞きますよね。確かにね、練習もするし。ということで、かっこいいショックウェーブでした。はい、はいはい、はここで、告知かなんかありますか。そうですね、はい、10月19日にですね、はい、石川バベルというはい、はい、ライブハウスにてイベントがございます。はい、まあ、僕のホームページをチェックしていただければそちらに詳細載っておりますので、チェケラ、ぜひチェケラで、はい、チェケラでお願いします。はい、お願いします、はい、ということで本日のゲストガビさんでした。はい、さあということでガビさんには引き続き、はい、恋バナです。イエーイ、恋バナです。女だから低い声が出ないんですよ。恋バナです。恋バナです。それがやりたかったんです。
恋バナのコーナーに。恋バナのコーナー。先ほどね、ご自分で曲を作っているっていう話がありましたけど、うん、まあ恋をしてしまうとそれが集中力が散在してしまうんじゃないかって心配されてたんですけども、うん、そう、そんなガビさんも踏まえて今日は恋バナに花を咲かせようと思いませんか。恋バナしよう。恋バナ、恋バナしましょう。秋の夜長の恋バナです。本日のテーマこちらです。じゃじゃん。ツボを抑えてると女子を感激させる秋のデートプラン9パターン。デートね、いいっすね、うん、参考にします。寒くなってきたからね。そう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 、暑さもちょっと和らいで、なかなかいい具合に。夏難しいっすよね。デートは逆に難しい。汗かきますし、なんか夏難しいってなんすか。あんまり外を歩かせたくないっていう。そうですよね、まあ、化粧とかもありますし、ドロドロになりますね。なんかアウトドアで行きたいけど、ね、そうそうそう、まさにそうです。暑くて何もやる気が起きなかった夏に比べ、過ごしやすい、うん、秋なら女子の気分も前向きになるもの、うん、秋ならではのことをテーマにしたデートなら誘い出しやすいかもしれません、うん、そこで10代から30代の独身女性176名に取ったアンケート調査を参考に、ツボを抑えてると女子を歓迎させる秋のデートプランを紹介していきたいと。ありがとうございます。176人の皆さんありがとう。ありがとうございます。中途半端だな。ちょっと少ない、なるかもしれない。こちらお二人はあの恋人なしですので、彼女なしですので、こちらの方に富士県の募集中と、はい、彼女愛人募集中でございます。ということで、愛人は募集しちゃまずいか。構いませんよね、話でややこしくなっちゃいますけど大丈夫ですか。お願いします。まず行きましょう。その1、じゃじゃん、穴場スポットであまり人がいないもみじ狩りデート。おもみじ狩り、もみじ狩り、多分あのこの若い2人がもみじ狩り分かってない。もみじ狩り、親父狩りじゃないからね。その感覚でいると思います、絶対。もみじこの野郎みたいなね。もみじ狩りデートやばくないですか。帰るときプラスになってますよね。たとえ木の本数は少なくても綺麗に紅葉しているところを一緒に見られたら嬉しい20代女性というように、人気の少ない場所でのもみじ鑑賞デートです。事前のスポットチェックはもちろん、もみじのタイミングに合わせるのが何より重要でしょう。なるほど。ちょっと二人にはまだ早いかな、その紅葉を見に行くデートっていうのは。でも早い。ここでのポイントはすごいメジャーなとこじゃないっていうとこですよ。あ、穴場スポットなので近所でいいんです、全然。なるほど。公園であの穴場があるんだけどって言って、もう木の本数少なくてもいいんですよ。ちょこっとしたとこなんだけど、うん、そこでお弁当食べたりとか、うん、ああ、ちょっとピクニック的な意味で。そうそうそう、イチョウ並木とか行って、わー銀杏がいっぱい落ちてて踏まれてて匂うねとか。ああ、そういうのでもいいの。そういうノリなんですね、うん、多分次はないと思うけど。ちょっとめっちゃ目悪くて見えないですけど。その2 じゃじゃ、成田山うな重くっていうコース、成田山って何ですか。山ですか。成田山って山違う、新勝寺、お寺、おみ、あ、お寺、だいぶ大人のプランじゃないですか。うな重くうな重、うな重ただ食って終わりそうっすね。うなぎなんてもう2人だと肉のがいいでしょ、だって肉即答。肉、米、肉食、肉食です。その2です。じゃじゃん、はい、空気が澄むので美しい夜景が見られる展望台デート。おー、うん、よろしいっすね。よろしいですか。これ夕焼けから夜景へと移り変わるひとときを一緒に過ごしたい。いいっすね、うん、いいっすね。というように澄んだ空気の中で夜景を眺める展望台デートです。少し肌寒くなるのでブランケットやダウンなど防寒具を用意しておくと喜ばれるでしょう。いいっすね。それこちらが用意していくっていうことですか。したらかっこいいね。あ、用意してきてもらってもね、ちょっとそれかっこいいっすか。かっこいいかわかんない。マジっすか。ブランケット出されてかっこいいっすか。かっこいい。マジっすか。結構お荷物のスペースだいぶうざくないですか。まあでもなんか車で行く前提でね。あ、なるほどなるほど。ごっそ持ってかれた。ちょっとね、こんな場所にもずっとこう毛布持ってましたと言わんばかりにバッサーみたいな、うん、きついかもしれないけど。いやでもいい夜景、夕焼け夜景デートいいっすね。なんか秋って感じしますよね。夏は夏でいいかもしれないけど、海でね、うん、まだ秋は秋でちょっと涼しい中、ゆっくりそういう間近を楽しんだりとか、うん、確かに。いやいいな、うん、そろそろあれかな、スカイツリーももう入りやすくなったのかな。うん、かもしれないですね。あ、今あのお客さんから空港がいいよって、うんうん、結構なんか僕昔あの羽田空港でその飛行機を眺めながら愛を語ったりしたことが、まだ、鎖国がもう解けた頃の話。解けたやっと結構進んでますね、時代的に。時代的にだいぶ進んでから、ね、でもそれ飛行機すごいうるさくないですか、近いと。だからその
うるさい時にあのいいといいことを言っちゃったりしてね、あーっていうのは三沢空港ね、青森県の思い出の俺は三沢空港市場を挟んでくるんですね、そこでね、はい、でもだったら普通になんていうんですかね、その横浜の大桟橋とかの方がいいんじゃないですか、船の汽笛がうるさいのそういうことじゃないですか、ね、なんてみたいな、でも周りがうるさければうるさいほど人との距離は近くなるじゃないですか、そう京都の鴨川なんてあのバカみたいに近いじゃないですか、ね、近くじゃないと聞こえないしね、近いよみたいなね、空港ってでもなんか意外に空いてそうでなんか良さげな気がします、うん、みなとみらいとかいわゆるザ・デートスポットのとこってやっぱこう土日とかになると結構人がいっぱいちゃって、ちょっと雰囲気ぶち壊しなとこあるじゃないですか、家族連れとか多くて子供がビーってなるんだね、子供はなんかボール遊びしていいじゃねえか当たるそれはそれでいいじゃねえかみたいな、なんすか黙るんすか、展望台って意外と暗いのよ、だからちょっとぐらいね、はい、展望台ってそうなかなか4回目のデートぐらいだったらいいかもしれない、そういきなり展望台ダメよ、暗いとこ連れてたら女性がびっくりしちゃいますから、うん、気をつけます、はい、さあ次そのおっさん、はい、じゃじゃん、これちょっと私びっくりしました、目から鱗、はい、身を使います、焼き栗焼き芋付きの焚き火デート、おーこれちょっとわけわかんないですよね、いけるんすかそれ、これね、焚き火できるんですか、コメント、焚き火って結構楽しいし、はい、美味しいものも食べられて一石二鳥というように燃える炎を眺めながら旬を味わう焚き火デートですただし一般的な河原や公園の場合、まあ、火を焚く行為自体禁じられていることが少なくないので、まあそういうことですね、まあダメですね、ほとんどだよね、だからバーベキュー会場などを利用するのも手でしょう、あーバーベキュー会場行って規模小さな、やばくないですかそれ、規模小さ逆にバーベキューじゃダメなんですあの、ね、すいません、あの今お客さんからですね、山形とか宮城ならできるべってありますけど、あの具体的な県名を出してあの他県を攻撃するのやめてもらえますかね、もしかしたらあの都内じゃねなかなか難しいかもしれない、あの多分ですね、あのおまわりさん来て、うん、お前何火つけてんだって漏れなくあの不審者みたいな、ね、留置所デートになっちゃいますから、暑いっすねそれ、なんかちょっと地方に行って許されるような、ただでも焚き火は楽しいよ、楽しいよ、火って癒されますよね、なんだかんだね、確かに、うん、ぼんやり見てるだけ、まあ、これを教えてくれた人が、うん、都内の人じゃないかもしれない、そうです、確かに176人は結構都外から、うん、撮ってる宮城とかの人かもしれないですそうかもしれない、だったらわかるかもしれない楽しめそうですよね、楽しそうだ、キャンプ場とか行けばできそうですけどね、うん、そうですよね、うん、その4です、はい、中庭やテラスでほっこりする美術館カフェデート、これは美術展そのものより施設内のカフェや庭が質的だと嬉しい、はいはいはい、ありますね、はいはい、確かに、そう本物じゃないその横についてるものね、うん、というように美術館内でまったりお茶をするカフェデートです、うん、美術館は意外と早く閉館してしまうので、はい、お茶をする時間も含め早めに出かけるのがベターでしょう、芸術の秋ですね、芸術の秋でございます、うん、確かに、まあ、ぐるっと見てから一旦落ち着いてカフェに、いいっすね、うん、やっぱその美術館と か, なんかおしゃれなところに併設されてるカフェってめっちゃおしゃれじゃないですか、うん、でなんかこうテラスでなんかこう席と席の間も結構こう離れてて、うん、そうね、すごいおしゃれみたいな、美術館とかもねおしゃれなんだよね、あれおしゃれですよね、うん、周りも静かだしね、そういうところだからね、確かにいいかもしれない、 その後夏のやり残しを覚えてくれていた海での花火デート、あえて、ね、秋に、へー、今年そうないですね、でしょ、うん、確かに今年花火できなかったなとぼやいたのを覚えていてくれたことが嬉しい、あというように夏を取り戻す海での花火デートです、はい、夏を取り戻す、へお祭りに行けなかった女子には秋祭り、お祭りに行けなかった女子には秋祭りを、うん、で水着を着られなかった女子には温水プールなど、はい、応用を聞かせましょう、それ別に秋じゃなくて、温水プールはちょっとあれかもしれないですけど、そうだから祭り行けなかった女子にみこし担がせたりとかねいきなり力仕事するでも夏さ、あのこの番組でもやったみたいに、この夏の思い出何ですかって言って、そういえば仕事で何も目まぐるしね、先月そういうメールが来ましたね、いただきました、そういう情報を得れればいいです、ね、確かにそうポイント高いかもしれない、うん、いやでも逆にそこで、うん、いやもうめっちゃ海とか行きまくってって言われたらもう真っ黒みたいな山、まあ、山でキノコ狩りとかね、応用も聞かせてくださいということだ、次行きましょう、その6、じゃじゃん、俳句や陶芸の手ほどきを一緒に受ける創作デート、こういう文化的なことも楽しめる人なんだなって評価がアップします、やったっ
ない人にこそギャップが多分効くんじゃないですか、これ、うん、評価がアップしました、うん、そば打ちとかね、そば打ち体制とか、そば打ちは良さげ、俳句や陶芸などのワークショップに参加するデートです。講師がイケメン男性だと自分がコンプレックスを感じてしまう可能性があるので女性講師の教室を選んだ方が無難かもしれません。いるそのコメント、ちょっと気使ってね。イケメンの俳句講座とかいらなくないですか、完全それイケメン目当てでみんな来てますよね。お姉さんだから女性はちょっと気使ってね、そういうとこじゃないと思って、ね、でもあるんですかその俳句講座みたいなのって、パッと探せば、まあ、あるでしょうね、結構あるんじゃん。今だからあのカルチャースクールみたいなところで、うん、そういうなんかこう川柳読んだり川柳とか読んだり、お茶菓子用意されて、うん、そうそうそう、なんかでもデートで行ったらちょっと逆に雰囲気を壊しそうじゃないですか、そのいつも来てらっしゃる方々の、うん、まあ、言ったら本気で来てる人もいれば、あ、まあその本気でガチな人、割とこうなんか常連さんとか絶対いるじゃないですか、にわかで行ってるみたいな、ですよね、なんか若い男女がなんか来てイチャイチャしてるよみたいな、チみたいな感じになりそう、だから男側もある程度ちょっとそうなんかもう下見じゃないですけど、あれやっぱ必要ですよね、雰囲気をね、いいんじゃないですかね、掴、うん、んでね、だったらもうこっち側もガチで行けばいいから、ガチでだから着物で行けばいい、着物で、うん、そうそうそう、ガチにはガチで対応してください。その7、じゃじゃ、はい、稲刈りやキノコ狩りを体験する秋の収穫デート、これでも好きっす、僕キノコ狩りとか多分面白いと思う、これやったことあるんですよ、うん、スポーツや登山などはまた違った汗の流し方でとっても新鮮、はいはい、というように、うんうん、秋の味覚を自分の手で収穫するデートです。体力に自信がない場合は女性がね、ぶどう狩りや珍しい秋の新酒お酒を求めて酒蔵巡りなどでもいいでしょう、うん、やったことありますか、稲刈りデートやったことあるんですよ、稲刈りデート、さすが、さすが、いや東京で、東京で、東京で、西東京の方でやったんですけど、はいはいはい、稲刈って汗流して、うん、米カレー食べて、うん、終わりみたいな、うん、なるほどね、めっちゃ面白かったですこれ、稲刈るってなかなかないんですけど、確かにね、まあ、買った稲を食ったわけじゃないんですけど、うん、精米時間かかるし、ね、うん、なんか良かったです、汗流してカレー食う、ガビさんは何とか狩りみたいなのやったことない、キノコ狩りがありますね、おー、デートで、そうですね、それを、買ったやつでもなんていうんですかね、トレーナー派みたいな、なんていうんですかね、詳しい方がインストラクターみたいなのがいて、こう狩るときに、あ、それは食べれない やつだよっていうふうに教えてくれる人がいて、うん、食べれるやつだけをこう集めて、なるほどね、最後にキノコ狩りとかボボボボってなっちゃったね大きくなっちゃったりしました、言いたかった、ずっと待ってたキノコを言った時くらいがちょっとニヤニヤしちゃう作るからとか、なんかそわそわしてるなと思ったら、ごめんなさいね、こういうとこあるんですよ、ごめんなさいね、キノコ狩りデートって結構なんか個人プレイに走りそうなんですけど、なんか結構黙々と僕自分で探してるんで、取れたか取れたかみたいな、それはあなたの性質じゃないの、気質というか、結構なんかこうコースから外れてあっちあるんじゃないみたいな、まあなんか確かに団体で行ったら多分そういう人出てくるかもしれないけど、でも2人で2人で行って彼氏がそれだったら嫌だよね、隠れたら死ぬって思ったもんね、確かにね、大丈夫です、これ食えるとか言われて、いやそれさっき食えないって言われたじゃんみたいな、あの食えないけど食えるよとか言って食べさせちゃったりしてね本当に本当に収穫しに行ってるから集中していこうとか言いそうです、うん、あくまでデートですから、ね、デートですよコミュニケーションも大事にね、はい、うん、気をつけましょう、ね、盛り上がりそうですね、はい、その8、はい、真っ黄色の世界でロマンチックな散歩をするイチョウ並木デート、うん、お最盛期は一面が黄色くなのですごくテンションが上がります、うん、というように木も地面も黄色く染まったイチョウ並木での散歩コースです、うん、ただし銀杏の匂いが苦手という女性もいるので事前に好みを調べた方がいいでしょう、あ、それな難しいな、でもこれの1個目に似てません、うん、すごい確かにもみじ狩りね、もみじ狩り結局、まあ、赤か黄色かってところですね、まあ確かに確かにどっちが好きかっていう、うん、でもみじよりイチョウの方がなんか多いイメージなんですけど、うん、イチョウの方がなんか身近にある気がしますね、まあ、トキじゃなくてトバナじゃなくて東京都のだって、はい、神宮外苑に、イチョウがそうですよね、まあ、今日多分大変なことになるそうな予感のする神宮外苑ですね、いっぱい植えてありますし、はい、まあ、桜と一緒でイチョウってやっぱ落ちるじゃないですか、たくさん、うん、はい、モミジってそんなに量が落ちない、まあ、茶色くなってなんか、そう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 、落ちちゃいますもん、だからあの一面その黄色い世界が楽しめる、あー、はい、まあ確かに落ちてる部分もありますね、そう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 、上も下も周りもみたいな、うん、東京都の木がイチョウでございます、うん、あ、そうそうそう、そうなんです、それが言いたかったんです、木だから東京都内だったらどこでもね、結構やっぱ見ますね、割とイチョウは植えられてますので、楽しめるかもしれないです。銀杏ちなみに匂い苦手ですか、臭いよね、でもね、うん、でも逆に秋っぽい
ていうか、まあ確かに、まあ、季節は感じますよね、銀杏みたいな風物詩ですよね、銀杏の季節だと、ね、お腹減ってきません、でも銀杏の匂い、本当銀杏好きなの、好きっす、めっちゃそういう目で見てるんだ、めっちゃ銀杏の匂いするとあの封筒に入れてチンして食べたいな、もう水族館でうまそうっていうタイプでしょ、あ水族館は完全にイワシの大群とか見て、銀杏とビールは最高の組み合わせですよね、いや銀杏見るとやっぱ食いたくなりますもん、腹減ってきますもん、ちょっともったいないって思うよね思います、なんか何踏んでんだお前って、ね、下見ますもん、ちょっとなんか拾おうかなみたいな、収穫向いてるねやっぱり収穫タイプ、収穫タイプ、どういうタイプさあラストです、はい、はい、じゃじゃ1番目、面白そうな本をひそひそ話しながら探す図書館デート、おお図書館なんてしばらく行ってないので学生時代っぽくていい、なかなかないよね、というように静かに読書に浸る図書館デートです、意外と映画や CD ライブラリーが充実している施設もあるので漫画喫茶デートより安上がりになるかもしれません、でもそれって2人でこう黙々と読むっていうことですか、完全個人プレイです、そこだからプラスそのひそひそ話すってとこですよ、何を話すんですか、ひそひそこの小説犯人誰誰だよとか、あそれ2人で一緒ですよね、2人で読んでますよ、早く読んでる方が絶対ネタバレに走るんですよね、まだみたいな、だからもう図鑑とかにしよう次のページでね、この男の人死ぬの、崖から落とされるのみたいな、解体新書とか、そうそうそう、図鑑図鑑、図鑑だったら小説より2人で見やすい、この魚美味しそうとかさ、図書館ね、図書館デート、だ最後に図書館行ったのっていつですか、中学ぐらいだよね、だって小学校中学校とか、ね、行かないな、だか逆に未知数すぎて面白いかもしれない、確かにお互い多分知らない世界ですもんね、絶対分かんないじゃないですかどうなるか、うん、だからあえて行ってみるっていうのも面白い、そもそも図書館って一般人がパンって入れるとか、あ全然入れますよ、一般人のものですよ、学生だってレポート書いたりするときにさ調べ物で図書館とか行かないの、じゃないと入れません、確かにね、ハッカーの方ですか、どうどうひげはダメよ入っちゃう結構でも警備員とかいたり受付とかあったりするじゃないですか、まあ、こう前を通るだけなんですけど、結構なんかこう区民しか入れないのかなとか、なんかそれなんか本を借りたりするのは区民とか市民で、そういうなんか登録カードみたいがないとダメだけど、うん、はい、あの大学とかそういうところの図書館じゃなくて、そういう区とか市の図書館だったら普通にあのどなたでもっていう、はい、行けるんですね、うん、何映画によるってことですね、そう、お大人になっても図書館に行かれる、うん、結構だからその調べ物をしたりとか、あとはそのほらなんかパソコンで資料を作ったりするときなんかでも、うん、結構そういうパソコンを使えるいいコーナーみたいのがあったりして、電源も行かなすぎて自分たちが入れるかどうかすらまでもなんかもう分かんないですもんそうそうそう、入っていいのかも分かんない、CD 借りに今の図書館全然分からない、借りれんのCD 借りれるらしいですよ、 DVD とか CD のが充実してるってこともあるし、蔦屋行かなくていいじゃないですか、だからほら蔦屋さんが経営してる図書館がまた新しくできるじゃないですか、もともと佐賀県の方に1個あって、それがなるほど、ただでただで、じゃあその CD 聴ける、その場で聴けるってことですか、その場で、そうだよね、結構いい施設ですね、うん、図書館、うん、本も置いてるだけだと思ってたんですけど確かにね、本も置いてるだけかつ自分入れないと思ってたんですけど、まあ、割といい施設じゃないですか、結局でも、まあ、行く相手いないっていう、そういう現実、悲しい現実なんですけど、デートで行けないっていうだけでね、なんかすごい悲しそうな顔してる子が一人いるんだけど急に黙ったラジオだよ、急に静かに喋ってそういうことになりますよね、まあ結局そういうことっすよ、デートに行く相手を秋までに、秋来ましたけど見つけましょうよ、来ちゃいますそうっすよ、いない人は結論そこかい、結論そこなんですよね、そうデートの前にデートの前に募集しましょ もうそうですよ、ガビさんちなみにストライクゾーンは年齢で言ったらどのぐらいですか、年齢だけの話ですか、関係ないですか、はい、年齢、まあ難しいですね、上はあんまりないんじゃないですかね、結構近いんです、下じゃないですかね、まず神さんがいくつだっていう話になります、10万何歳ですか、あ、公表してない、全然公表してますよ、僕22です、まだ22ということはだいぶだいぶ、じゃあ10代とかですよね、
まあそうですね、あんまりきついと犯罪になるんですけど、ね、バカー、まあ、一方富士県は18から62まで大丈夫です。だいぶ広いんで、はい、だいぶ広い。敬遠ボールもかなり打ちにくい。どちらかっていうとあのストライクゾーン外れた球の方がね、完全にスクイーズ得意なんで、はい。ということでこの秋デートに間に合えばいいですね。本当に、ね、そうなんですよ、ね、秋デートの話してなんか気づいたら一人のままクリスマスの話になりましたとか、マジ意味ないんで。番組的にはそうなってほしい。そうなれ、そうなれ。フィードバックはしたいです、ちゃんと。冬はあデートね、何回かして、ね、はい、うん、冬は欲しくないですか。欲しい、絶対欲しいです。なんでみんなそういうのか、寂しいのかしら、やっぱり人恋しい。でもなんかやっぱり冬はちょっとロマンチックなイメージありますよね。いや、いろいろ想像はするんですよ、そのデートの過ごし方とか、クリスマスの妄想するんですけど。妄想やね。それはやっぱ妄想で終わるのは寂しいですよね、やっぱり。妄想族。お客様含めていないと。そうなんですよ。ぜひ。ぜひ。完全売り手市場ですよ。はい。ぜひあのね、彼女、富士県彼女できたら、その彼女ゲストで呼ぼう。ああ、新しい。一回ね、元カノを呼ぼうぜみたいな話になったことある。よくわかんない感じになった。ちょっと乱暴な感じ。ないですか。昔ね、そう、そういうのもあったけどね。うわ、いらない、お客様いらない。いらないとおっしゃってるお客様が。まあでも一振りが俄然楽しいっていう方もいますし、そういう快適な。いや、まあ全然一人は一人楽しいんですけど、でも二人でしかできないことみたいな、まあ欲しいっちゃ欲しい。そのタイミングでもらうと違う風に映っちゃうからやめた方がいいですよ。まず危なかった、危なかった、やばかった。笑うタイミング、まだ早いですよ。時間まだ早い。笑うタイミングね、そこじゃなかった。間違っちゃったね、先月のね、村沢さんじゃないんだ。完全引きずってます、村沢さん。そう、ちょっとびっくりしちゃったね。ピー入りました。ピー入りましたよ。今の笑い声ですらピーって。すげえとか言って。いやでも本当にそのデートもそうですけども、二人でしかやっぱできないんじゃないですか。そうですよ。一人で焚き火してたら本当に不審者ですからね。あの警察捕まります。ただ捕まりますから、ね。通報されますよ。今回の余地なく。うん。気をつけていただきたい。ぜひね、来月あたりに僕らいい報告できるように。そうですね。頑張っていきたいです、ね。事件に至っては1ヶ月しか猶予がないからね。やばいっすね。していければと。本当に今いい季節で、いい1ヶ月以内に恋人作ればいいですね。逆に探そうと思ったら難しいですよね。そういうもんじゃないですもんね、うん、だってね、うん、巡り合わせで1ヶ月以内にってこう変にプレッシャーかけるとできないかもしれないです。まあ、ただあの ストライクゾーンが広いので、かなりなんか、まあ、それでもいけるかも。待ってた方がっていう多分話を俺前回も多分したんですよ。いやそんなはずなんですけど、まあ、時が経ちましたけど、割と待ちの姿勢なんですけど、時が経ちましたけど何も変わらず。それでまたこのまま楽屋に行って喋るんだろう。そうなんですよ ね、 ね、はい、ということで富士県リップとリパラピン、はい、第70回いよいよラストでございます。70回っすよ。富士県のリパラッピン、この番組は CM クロスウェーブ77回スタジオ専業ハウスから生放送でお送りいたしました。この後22時からはランフォーザドリーム、夢に向かって走り出そう。引き続き CM クロスウェーブ戦時でどうぞお楽しみください。はい、ということで本日のゲスト、ガビさんでした。ありがとうございます。今月19日でしたっけ。19日、はい、今月の19日、立川のバベルでライブを控えてらっしゃるということで、はい、ぜひガビさんでホームページを検索してください、はい、それから3枚目のアルバムも出てますので、はい、それもホームページをチェックしていただいて、ライブに来れば買い方はライブで直接ゲットできます。なるほど、サインとかもしてもらえますか。はい、もちろんです、はい、いいねー。皆さんぜひライブに足を運んでください。一人見ガビさんのサインがもらえますよ。今なら、今なら、レアなら、今なら、最後かもしれない、一人見。確かに、今なら、うん、でも次のライブまでにできてたらもう、あ、確かに、ね、あれ、あれ、まあ、それはないかもしれないですね。ファンの人が泣いちゃいますよ、あれ、そんなこと言ったら。しかしもしかしたら私かなって思ってる人もいるかもしれない、ファンの方が。相当ポジティブ。スーパーポジティブ。さあ、ということで立派なアピー、次回はなんと今月またですね、10月30日夜9時から特番でお会いしましょう。はい、バイバーイ。あばよ、バイバイ。